現在ジェフアカデミーではアンダー10からアンダー18までのカテゴリーが活動しており、各カテゴリー大会リーグ宣言の優勝昇格を目標に掲げ日々練習に取り組んでいます。アカデミーが結果を残し、ファン、サポーターの皆様へ良い報告ができるよう、そしてこの中から一人でも多くの選手がトップチームに昇格し、歴史と伝統あるジェフのエンブレムを背負い、この素晴らしいスタジアムでジェフを愛する素晴
晴らしいファン、サポーターの皆様と共に戦える日が来ることを夢見て頑張ります。これからもアカデミーへの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。今シーズン、レジューナー決定戦の千葉アカデミーの皆さんに熱いご声援をよろしくお願いします。アカデミーの星、ナンバー10、順位長、ナンバー10。
横のやつとつながって声かけ合って近く解決していこう。コミュニケーションとって。OK、 OK、 あとは思いっきり自分たちのプレイするだけね。 OK、 OK、 自分たち信じて、自分信じて、仲間信じて、チーム信じて、はい、あとはここにいるみんながいてで、そこをチームを代表してピッチに立ってるっていうところは絶対忘れないね。 OK、 最初の10分パー出していきましょう。よっしゃ、今日たくさんサポーターが見に来てくれて最高の雰囲気の中で、勝てるように、最初からエンジン全開でいきましょう。千葉です。ゴールキーパーは新井翔太。前節熊本戦で今シーズン初ゴールをマークした西久保が右にいます。新井一輝、鈴木、左には日高、そして田口が怪我をしまして、ダブルボランチは田中と小林という予想です。右に風間、左に椿、そしてトップ下三木、ブアニカ啓太はこれで3試合連続先発起用。今シーズンここまで2ゴール。大宮アルディージャです。ゴールキーパーは開幕から全ての試合フルタイム出場しています笠原です。他には浦上、袴田、そして茂木、大山と山崎は今シーズンの初先発。石川がいて柴山、小島がいて19番のアンジェロッティが6試合ぶりに戻ってきました。プレスをかけに行こうというところ、間を通して大山、つながるとチャンスになりそうだ。つながった、山崎、山崎凛、山崎、落ち着いていました。ゴールキーパー新井翔太、センターバックが持っているとき、チェフの選手はそれほど激しくプレッシャーをかけてきません。
風間、宿坊行く、それここは風間です、戻して三木、三木のシュート、まだある、三木、あっと椿押し込めない、もう我慢比べになってるから、こっからだな、こっからだな、オッケーオッケー、ワンプレーで流れ変わるからね、集中しろ、集中しろ、集中してるんだ、一言葉、行こう、行こう、いい試合になるぞ、いい試合になるぞ、はい、やっぱりアイデア、クロスにもアイデアが必要ですよね、通り一辺倒で速いボールっていうよりはそういうのも一つ必要かもしれませんね。そしてホームのジェフユナイテッド千葉には西久保のロングスローという飛び道具もあります。どちらが先にネットを揺らすのか。2023明治安田生命 J2 リーグ第12節、ジェフユナイテッド千葉対大宮アルディージャ、後半が始まる、各ところが出てくると思いますよね。ニアにブアニカ、さあどうだ、ヘディング、先制ジェフユナイテッド千葉、コーナーキックから先制ゴールが生まれました。53、右手を上げているのは鈴木大輔、福田電子アリーナ、先にネットを揺らしたのはホームの千葉。リプレイです、そうですね、これ鈴木選手相手に挟まれながら自分の落下地点にうまく体を入れてますよね。で後ろに当てるだけで精一杯なんです。西久保が外を回る、西久保だ、西久保シュートを放っていきました、右サイドバック西久保俊介、角度はなかったんですが、
日高、日高、日高マイナスのボール、荒井木のシュートは浮いてしまった。そうですね、これ日高選手うまく抜けて、これマイナスのボールでしたよね。これ荒井選手ちょっと思いっきり蹴ったのが上に浮いてしまいましたね。人数を増やすということですよね。ゴール前に来た、あっと際どいプレーになった。椿、小林、小林だ、三木、椿、フリーになった日高、エリア内侵入、そして折り返した、フリーだ、シュート、ポスト、途中出場末吉瑠衣、ポストに当ててしまった。中にボールを上げることができるか、アンジェロッティ、アンジェロッティのクロス、ファーサイド届かない。
しい中でもぎ取った1勝ってすごく大きいと思うし、で実際にホームで連勝できたんですからね。でこの間のゲームを含めたら、で僕3試合じゃあ勝ち点をしっかり積み上げられるというのは自信にしてやっていきましょう。ただこれ3連戦の1試合目というところがあるから、じゃあ次あとその次っていうのを考えて、今俺たちはやっぱり意外にもう少し出てしまっていてというようなところがあるから、やっぱり今日出たメンバー、ゲームのメンバー、とにかくこのコンディションを次にマッチをしていけるように準備することが一番大事なんですけど、そこに対してしっかりフォーカスやっていきます。じゃあ、最後に一言を勢いつけるため、2000年賞を出して、頑張っていきましょう。